こんにちは、粟田洋介です。今日はグレーをメインの絵を描いていきます。グレーといってもいろいろあって、白と黒を混ぜるだけのグレーもありますが、白と黒を混ぜたグレーっていうのはこんな感じの色になります。ちょっと分かりやすくするために白を下に入れてみます。こんな感じのグレーですね。グレーって感じではこのローアンバーっていうのと白を混ぜることがたまにあります。ローアンバーと白を混ぜるとなんかセピアみたいなグレーになります。ローアンバーっていう焦げ茶系の色を白と混ぜると、でこっちと見ると茶色く見えるんですけど、結構これグレーに見えます。ちょっとセピアっぽい感じですね。ローアンバーと似たような色でバーントアンバーという色があります。バーントアンバーと白を混ぜてもなんか茶色っぽい薄い茶色ができます。これはグレーっていうよりも茶色に見えますね。そうするとこれがグレーに見えますよね。ローアンバーの方も薄い茶色なのかもしれませんけど、もっとグレーっぽい薄い茶色になります。そんなわけでグレーといってもいろいろあるんですけど、とりあえずさっき作ったグレーをこのキャンバスに塗っていきます。ちょっと動画が撮れてなかったんですが、ここまで進みました。ここら辺がブルーグレーで、ここら辺このエレメントグリーンっていうのと黒と白を混ぜて作ったグレーです。なんかグレーなんだけど、ただのくすんだ色って感じもしますね。で今度は白黒を入れてグレーを作ったので、ちょっと髪の毛とかを描いていこうと思います。このライトブルー、グレーを入れていません。で、このグレーはこのシアンに白と黒を混ぜたんですけど、同じ系統なので自然に入っています。ではもうちょっと描いていきます。
絵が完成しました。タイトルは摂取後のグリーンティーです。なんかグレーの絵って感じになりました。まあ、ほとんどグレー使ったんですけど、この水玉の部分、この白とブルーはグレーを使っていません。なんか全体的にくすんだ色になりましたけど、なんかくすんだ色もたまには綺麗だなと思いました。ということで今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。